玉、ズボン、あI'm not afraid to die.
今色塗ってんの木に。なんで？すごくないこれ、うん、だけどさ、白もともとの方が可愛いよ、色。ほんと？可愛いよ。なんかちょっと足らんな。
え、でも浮いてるよ、琥珀くん。なんで？すごい。え、でもさ、これ、これが斜めなんだよ、ほら。本当だね。ダメ？木が曲がってる？木が曲がってる、これ。この木が、ここら辺で、こっちに曲がってる。うん、確かに。こうやって。だからもう、ね、あった、そっちじゃない！あ、なんで、でもここら辺じゃない？喧嘩中？この辺じゃない？こっちだよ。これね、これでも穴開けれるんだよ。うん、今日出発なの。わかった。今日出発でこの状態でおかしくない？回ってる回ってる。おお、いいね。あと少し。素晴らしい。おお、いいね。オッケー。ありがとう。これ穴目立つから隠して。うんうん、なんて書いてあるの？キャンプ行くぞ。癒しだな。癒しだな、これは。今度一緒に行こうね。イエーイ。イエーイ。ちょっと斜めになっちゃった。いいよ、それがまた可愛いよ。キャンプ行くぞって書いてある。雨？やば。ありがとう。もう降ってきちゃったか。ねえ、早い。乗せていいけど一回重さ確認しよっか。うん、うん、あの足つき椅子結構重たいからさ。重たいよね、これだって、うん、山は結構持つもしんどいもんだよね。ちょっとニノ一気に全部持ってみるわ。うん、あー結構あるな。せーの。はい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 。この辺はもう誤差だもんね。うんうん、覚えてる？うん、みやむちゃんと比べてみる。みやむちゃんの体重とだいたい同じぐらいの。いい？ん？いや、あれ持てるかな、でも。全然余裕。いない。全然余裕。本当に？全然余裕。あ、でも3倍いけるかも。え、嘘でしょ。なんか山が重いだけみたいになったけど。全部乗せれます。全部乗せれます。すごい見るね。あんま買い物しないからさ。大丈夫なはずです。大丈夫？本当に。多分です。あとは連結して。で、時刻に出発できんかったらさ、うん、本当に和牛みたいに会社になっちゃうからね。途中で？旅の途中で？旅の途中で。旅の途中で会社？会社になっちゃうからね。気をつけて。うん、でも早寝早起きが重要だと思わない？そうだよね。だってさ、冬はさ、うん、日が暮れるのが早いからさ、ね、
く寝たら早く起きれるんだよね。それがそうじゃないのよ。10時に寝たら何時に起きれる？10時に多分寝れないんだと思う。ほんとやばいね、このタイヤ。やばいよね、うん、でもさ、とりあえず無理やり早起きしたらさ、うん、眠くなって早く寝れない？あれ？こうやって動くんだよね。動くね。やっぱりもうちょっと。あ、いいね。ちょっとあれだったか、一回下げて。なんかこれってなんで動かんのか。これがブレーキじゃん。うん、上げるのがブレーキ。上げるのがブレーキ。うん、本当に、うん、せーの。あ、足上がってる。足上げたよね、全部。あれ全く動かなかったよ。もう一回やってみ。山、片手しかやってなかった。うん、せーの。あれ、ほら、おかしくなったの動き。重いから。じゃあやばいわ、この重さだったら。マジじゃない、だってだからさ、そんな軽々できないんだよ。せーの。え、じゃあこれ、こっちから押すのことは簡単そうだけど、ロックかかっとるような重さだよ。だよね、うん、めっちゃ重い。だから、え、やばくない？衣類って結構重いんだ。そんな衣類だっけ、衣類だってパンパン衣類。え、でもそんな感じの動きじゃないよね。いや、そんな感じじゃない？いや、足取らない。ん、足、タイヤの、タイヤ止め取らな。やだ。だからじゃん、そりゃ動かんわ。焦った。でもさ、その足止めの効果ってすごいんだなって。すごいな、ありがたいよねせーの。あ、もうビビる。焦る。こっち引っ張って、うん、で、あ、いいね。あ、いいね。マジか、もうちょいだな。あ、いいね、いいね、上手。入ったね、無事、うん、でもこれ入れて。そうだね、アウターちゃんも。そんなダウン持ってたんだ。うん、返しよう。いけるかな。この子は飛び抜けとんね、ちょっと。えトレーナーちゃんがさ、あんなに重たくなかったらさ、うんうん、トレーナーちゃんに入れれたんだけどね。このさ、あれ取る？ヘッドレストね、うん、取ろっか。そしたら水平に、あ、でも落ち着く、落ち着くかもしれない。あ、前に？前にこれが。どう思う？そこまで。あ、これって天の線方がいいんだっけ？
あれなんですよ。ガラスだもんね。そう、ガラスちゃんが。あっちからだけヘッドレスト取るか。そうしましょう。思いのほか大きいポータブルソーラーパネルでした。こういう感じで、あ、いいじゃんいいじゃん、めちゃめちゃいい感じ、めちゃめちゃいい感じ。あと身の回りのものをちょろっと入れるぐらいだもんね。うん、これ置いてくね。うん、置いてこう。もしくはここに入れる、入れる必要はない、ないか。なんかこのポータブル電源ちゃんだって乗ったらラック作ったらさ、ねえねえイエーイ。じゃああと布団やらなきゃ。そう、布団よ、布団持ってくる。そうだね、でもここ荷物乗りそう？うん。山ちゃんのこれもいける？うん、これも入る、うん、？iPad とドライヤー。じゃあ奥の方がいいね。なんか雨降ってますけど、聞いてないですよね。雨降るって聞いてなくないですか？ね、聞いてないです。寒いです。行こうか。うん。なんか雨降ってる。でもこれで、うん、深夜割引が適用です。ね。今何時？1時過ぎました。枕欠勤で誰もいません。今2時休憩する。ここで仮眠です。ゴールデンタイムが過ぎちゃったよ。朝です、とっても朝です、とっても朝、朝です。でも布団から出てこない人一名。
山の朝ごはんだよ。筋肉で潰さないでよ。山に家が入る。雪がやばい。顔が違うもん。わあ、シャリシャリで冷たそう。ちょっと怪しい。でも